ットインスーサイドという曲をやったにゃん。アルバムには入ってないにゃん。ジバニャン、僕あんま知らないんですけど、多分こういう喋り方なんだにゃん。流行ってますね、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチするの流行ってますね。妖怪ウォッチしてますか、皆さん。してませんよね。僕思いつきばっかり言うんでね、みんなね、僕黙ってたらね、かっこいいって言われるんですけどね、僕のことを嫌いになっても、ハーシーズのことは嫌いにならないでください、ね、聞いたことあるようなフレーズでしたけど、ますます嫌われるんですけど、ね、次の曲はですね、皆さん、コール&レスポンスを楽しんだり、楽しまなかったり、噛んだり、噛まなかったりしてますけど、次はね、みんなの、ちょうだいちょうだいコールがですね、サビのところで、ちょうだい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 なんて、そんなこと言われたら、あ、これ以上はやめときましょう。お昼なんでね、やめてくださいね。関係ないよ、関係ないね。あ、でもお昼で明るいね、今日ね。みんな暇なの、みんな暇だからね。ご飯美味しいんですよ、ご飯美味しいですからね、みんな食べてください、ね、あ、桃園のカクテルも頼んであげてください、ね、美味しいです。キューピッドってね、僕は子供の時よく飲んだサテンで、アイスクリーム頼むとね、あのウェハースが刺さってね、銀のお皿でね、チェリーが乗ってましてね、時代ですね。はい。そんな昭和歌謡バンドの僕たちが、お送りする次は、僕たちのグラムロックに対する熱い思いがこう空回りしちゃったから、僕たちの熱い思いを君たちにぶつけた電流ブギーという曲をやります。ピックを落としたね。ありがとう、ありがとう、メルシーボクー、メルシーボクー。君、綺麗だね。名前は電流ブギー。誰が
ちょうだいちょうだい君の愛を。